ロバート・ウィリアムズは、ロバート・アップ・グイリムズという筆名で知られ、ウェールズ語で試作した、ウェールズの詩人。ケルナー・フォンシャー・シューリアにスティム・ドゥイ・小教区のベトゥス、ファウルで、ウィリアム・ウィリアムズの息子として生まれた。父は、小規模ながら自由土地保有権を持つ、いわゆるフリーホールダーであり、息子ロバートもベトゥス・ファウルにあった土地を相続したが、 晩年には、同じくケルナー・ポンシャーのマナヒティに移り住んだ。ウィリアムズは、郷土を愛する農民であった。近所には、親友で、秘策の死でもあったデイビッド・オーエンがおり、ウィリアムズは、当時のアイステズボットの権威に信置を行い、オーエンの考えに共鳴していた。ウィリアムズは、1850年6月11日に、没子・アベル・エルヒに埋葬された。 ロバート・ウィリアムズの出身地、ベトゥス・ファウル。ウィリアムズは、ロバート・アップ・グイリムズの筆名で発表した作品が、詩人たちの虐殺を主題とした昇華の最優秀作に、選ばれて、グイネズイ・ギオン教会からメダルを与えられたことで、世に知られるようになった。その後は、もっぱら宗教的な試作に取り組み、アイステズ・ボットへの関わりを避けた。ほとんどすべてが、宗教的、 内視は、検証的内容である彼の作品は、1841年に、ガードとエイフィンという題で、ドルゲラウで出版され、その中には、よく知られた詩句が収録された。ウィリアムズは、バンコンで、50歳前後で結婚したとされる。1834年に17歳で死去した、一人娘ジェーン・エリザベスに捧げられたエレジーは、ウェールズ語の詩作で最も通説なものの、 一つとされており、ガードとエイフィンにも収められている。この記事は、パブリックドメインの辞典本文を含む、D. シドニー、エド、ウィリアムズ、ロバート、ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、61、ロンドン、スミス、エルダー &CEO。ありがとうございます。